どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、またねアメリカンエクスプレスクレジットカードのオファーがですね来ましたので、今回ですねこちらの解説ねやっていきたいなと思います。ということで今回ですね、なんとアップルストアのオンラインストア、こちらでですねキャッシュバックということで、またねアメリカンエクスプレスのクレジットカードのオファーということで、今回もね先着っていう風になっておりますんで、ひとまずねこの動画見られる前にですねアメックスのねアプリ開いていただいて、エントリーねしてからですねこの動画ね見ていただければなと思います。で今回ねなかなか値引きがされないですね、アップルオンラインストアでキャッシュバックオファーっていう風になっておりますんで、アップルのね商品買っていただければですね、実質割引でね購入することができるっていう風になりますし、またね今日の夜の日付変わった後ですよね、アップルの発表があるの、まあ、こちらもね控えているっていう風になりますんで、気になる方はですねぜひね最後までご覧いただければなと思います。それはですねキャッシュバックオファーのね詳細なんですけども、まず期間がですね2022年の3月8日から2022年の4月5日までっていう風になります。でエントリー必須先着1万名までっていう風になっておりまして、キャッシュバック特典はですねアップルオンラインストアで8万円以上利用していただくと8万円のねキャッシュバックが受けられます。でこのキャッシュバックはですねカード1枚に対して1回だけねキャッシュバックがね受けられるっていう風になっておりまして、1回の決済で8万円のね利用を超えていただいても8000円のキャッシュバックが受けることができますし、複数回利用していただいて8万円超えたらねキャッシュバック受けれるみたいな、利用分合算でもねこちら受けることができますので、まあ一度ね8万円使わなきゃいけないっていうわけではございませんので、この手はね覚えておいてください。で今回のねこのキャッシュバックオファーのね注意事項なんですけども、まずねアップルオンラインストアが今回ね対象っていう風になっておりますんで、アップルのね実店舗ありますよね、こちらで決済してもこのキャッシュバックオファーね対象外っていう風になりますんで、アメリカンエクスプレスのねアプリからこのエントリーねしていただくわけなんですけども、そこでですねアップルの公式サイトにね飛べるようになっておりますので、購入される方はですね大事を取ってそちらからね飛んでいただいて購入ねしていただければなと思います。でまたねこのキャッシュバックがね受けられるこの期間がですね2022年4月5日までね、こちらキャンペーン期間っていう風になるわけなんですけども、注文した日がですねキャッシュバック対象日であってもですね、このクレジットカードの明細が上がってきて、まあ、この上がった日がねキャッシュバックキャンペーン期間である必要があるっていう風になりますんで、まあ、期間がですね4月5日までっていう風になっているわけなんですけども、まあ、これねちょっと難しい部分なんですけども、まあ4月1日ぐらいまでですかね、まあ、あの4月5日までね余裕を持ってねあの利用していただきたいなっていうふうに思いますので、まあ、利用予定の方はですねできるだけ早めにですね利用ねしていただければなと思います。で今回ね対象のアメックスのクレジットカードなんですけども、私はねカードこんだけ今ねアメックスのカード持っておりまして、まあ、完全に持ちすぎなんですけども、まあ、アメプラ、マリオットボンボイ、プレミアム、ANA アメックスゴールド、アメックスビジネスゴールド、ヒルトアメックスプレミアムということで、まあ、こんだけね今クレジットカード持っているわけなんですけども、今回ね全部のカードにこのオファーね来ておりました。またですね家族カードありますよね、私もねあのアメプラとかヒルトアメックスプレミアムとかね、あマリオットボンボイのプレミアムまだ届いてないんですけども、家族カードね保有しているわけなんですけども、家族カードにもねこちらのオファー来ておりますので、ぜひねあの家族カードもねあの保有されている方はですね家族カードもねぜひチェックしていただきたいなっていうふうに思うんですよね。またね家族カードねあのアメックスのねログインしてないですよっていう方はですね、あの家族カードもですね本会員カードと同じようにですねアメックスのねこの公式サイトからこのオンラインサービス新規登録からですね登録することができて、またねアプリとかもねあの家族カードの方もね入れれるようになりますんで、そうするとねあのオファーもねスムーズに今後ねエントリーできるっていう風になりますんで、もしねされてない方はですねぜひね家族カードのね登録もですねしといていただければなと思います。まああの家族カードね、あの家族カードをこのオンライン登録ねしたからといって、まあ決済自体はですね家族カードっていう風になりますんで、決済してもねあの本会の方にね請求が来ますし、ヒルトアメックスとかねマリオットボンボイプレミアムとかね保有されている方は決済収容ねあの集められている方もねいらっしゃると思うんですけども、請求分かれたりしませんのでね、この点はねご安心していただければなと思います。
それでは次にですね、こちらね、あくまで自己責任でね、やっていただきたいなと思うんですけども、私はね、今回のこのキャンペーンで1枚だけね、参戦しようかなというふうに思っておりまして、今ね、編集ソフトをプレミアプロっていうのを利用してるんですよね。で、これをね、ファイナルカットプロにね、移行しようと思ってまして、このファイナルカットプロっていうのは、このアップルがね、出してる編集ソフトなんですけども、これがね、3万円ぐらいだったかな、するんですよね。ですので、まあ8万円ね、アップルギフトカードをね、購入して、8000円のね、キャッシュバックをね、受けようかな、なんていうふうに思ってます。で、まあ残りはね、次の iPhone とかにね、利用しようかな、なんていうふうに思っているわけなんですけども、アップルのオンラインストアっていうのは、アップルのね、ギフトカードも購入することができるっていうふうになりますんで、まあ今ね、すぐ利用する予定がない方はですね、このアップルギフトカード8万円ジャストで購入することもできますんで、まあこういった使い方もねいいのかなってなっていうふうに思うんですけども、まあ、前回ねこの Apple ギフトカードを購入して、まあ、キャッシュバックね対象、まあ、前回もねビジネスカードであったんですよね、この Apple のオンラインストアのキャッシュバック、まあ、その時はね大丈夫でしたので、まあ、今回もね大丈夫だと思うんですけども、まあ、こんな感じでね利用する方法もあるっていうことはですね覚えておいていただければなと思います。ということで今回ですね、アメリカンエクスプレスのオファーがですね、アップルオンラインストアで来てましたので、解説ね、させていただいたわけなんですけども、いやね、アップルオンラインストアでね、キャッシュバックオファーね、本当にすごいですよね。で、ツイッターとかでね、話を聞いてると、ヒルトンアメックス一般カードってあるじゃないですか。あちら1万ちょっとなんですよ、年会費が。で、1万ちょっとの年会費なんですけど、家族カードも無料なんですよね、1枚。で、今回のこのキャッシュバックオファーね、来ているっていう風になりますんで、いやこのね家族カードもこのオファーが利用できるっていうのもいいですし、またね年会費1万円ちょっとのねクレジットカードでもこのアメックスのオファーが来るっていうのもねかなりいいですよね。これねアメックスのクレジットカードね使ってるとね結構いいですよね。私もねいろんなキャッシュバックオファーね来るたんびに利用させていただいてるんですけども、いや本当にねこれはこれはね本当にアメックスのねカード持ってて、まあ年会費はねちょっと高い部分はあるんですけども、まあここら辺ね結構拾っていけるのはねかなりいい点だなっていうふうに思いますよね。ということで今回ですねこんな感じで終わりたいなと思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。